こんにちは、速稼塾の久保です。吉谷拓郎さんが詐欺ではないかっていう風なねメッセージが送られてきましたけども、いや詐欺なんじゃないですかね。で今度あれでしょ、焼肉やるんでしょ。あの多くの方が詐欺じゃないと思って詐欺にかかるんで、もうこうなったらいっそね、詐欺師だと思う人に会いに行けばいいんじゃないですかね。この詐欺の手口を目の前で見せてもらえるような焼肉大会なんてなかなかないと思いますんで、ぜひねその詐欺の手口を詐欺師から直接教わることによって詐欺にかからない自分というものを作ればいいんじゃないですかね。要するに詐欺師っていうのは詐欺師に見えない、騙された後ももしかしたら詐欺じゃないんじゃないだろうかっていう風な心の種をね、あなたの中にそっと置いてくるから立場悪いんですよ。憎みきれない詐欺、これが一番ね巧妙なところなんですよね。あいつは嘘ばっかりだっていう風に詐欺師って認定できればまだいいんですけども、いやいやそうじゃないかもしれないと、あの人に罪はないのかもしれないっていうふうにお人よしな方は考えるんですよ。そう考えた時に吉谷拓郎さんは詐欺なんで、じゃあ詐欺とね焼肉を食べる経験っていうのを買いに行けばいいと思うんですよ。そして詐欺だということが確信できたら、その時はね吉谷拓郎は詐欺っていうサイトを作るなり、吉谷拓郎は詐欺という動画を作るなり、吉谷拓郎に対して詐欺で立件するなり、いろいろやればいいんじゃないですかね。まあそういうことで吉谷拓郎というね人がねどうひるむのか、どういうふうに立ち向かってくるのか、これは見ものじゃないですか。でもまあ私が知るところ吉谷さんっていうのは、もうね5年6年あのスタイルでやってるんですよね。5年6年もあれで成り立ってるってことは、それはもうすでに詐欺ではないんじゃないかなと。だって商品買う人が詐欺だと思ったら商品売れなくなるじゃないですか。でも繰り返し繰り返し同じ人から売れてるってことは何がしかの結果が出てるんでしょうね。むしろですよ、詐欺にかかった人ってもう同じ人から買わないし、詐欺を働いた人って今 YouTube とかから消えてるんじゃないですかね。どうですかね、暗号通貨でバン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 セールスをかけていたいろんな人がいましたよ。 LINE アットに誘導してね、 LINE アットでセールスするみたいな人 いましたけど、どこ行ってます？ビットコインを使ったなんとかクラブとかね、ビットなんとかっていうね、マスターなんとかとかいろいろあったじゃないですか。どうでした？あれは誰が結局運営するのか分からずに、そういった情報っていうのは紹介者しか分からないというね。紹介者っていうのは身近にいる同じ日本人ですから、あんまりも責めることもできないしね。その人はその人で、いや自分も被害者なんです、騙されましたっていうふうにすぐに寝返るんでますます攻撃しにくくなるじゃないですか。だからね、詐欺師ってどこにいるのか分かんないところが立ちが悪いんですよ。でも今回詐欺師が焼肉大会しますって言うんだから、詐欺師に会いに行けるんですよすごくいい機会だと思いますからね。私はその詐欺師の開催する焼肉、しかもドライブコンサル20万分とかみんないろいろありますけども、やっぱ詐欺師に会っていろんな話ができたっていう経験を買うことと、あと詐欺師と対談動画をねコンテンツとして作れる、これはアクセス呼ぶんじゃないですか。こういうのを狙いに行けばいいんじゃないですかね。吉谷拓郎詐欺師焼肉、こんな感じで、ぜひね開催しに何ですかね、間に合わせればいいんじゃないですかね。自分も参加するという、なかなかないですよ詐欺師と一緒に焼肉食べる機会。ぜひねその詐欺っぷりをあなたの目で確かめてみてください。いってらっしゃい。